打順は1番に帰ります。バッター山田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。梅野、まずは先頭バッターを打ち取っています。2球目打ちました。大きな打球になった、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。卓球高々と舞い上がり、神宮球場のスタンドに消えていきました。ここ一番の集中力が光ります。その差4点、大きくリードを取りました。ご覧いただいています、うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。